このわらわに再び束の間の生を与えて何とする。おお、我が妹よ。戦国の花と呼ばれたお前が越前の地を炎と消えていく百年。しかしお前は覚えておらぬ。お前はその前は瀬戸の海深く沈んだこと。水に沈み、炎に焼かれたお前の怨念、今この兄が解き放ってやろう。我が夫を殺し、我が子を串刺しにした兄の言葉とは思えぬ。我が怨念は、すなわち我が兄に向けるものぞ。それでいい。肉親を八つ裂きにする肉親、怒り、呪い、お前の復活で魔界はよい気を行うものになるであろう。どこまでもわらわは兄の呪縛から逃れられるのか。それもまた。お久しゅうございます。蘭丸ではないかい。お前もこの魔界に来ておったのかい。この世界でサルバドールと名乗っております。サルバドール。兄上桃の月。まあよい、蘭丸よ、召喚の音を捧げよ。わしが音を加えよ。そちは喜一宝冠と申すも、魔界では風神とも呼ばれておる。おお、面白い男じゃ。我に必要なものは剣のみ。この魔界でようやくの自由を手に入れ、我には陰陽師も黒魔術も関係ない。あるのは剣のみ。勝手にするがよい。Yeah!
ことができるであろう。やめい、thank you.
な者とも冥界に送り込んでくれた。冥界へ。もはや自分の力では戻ってくることはできぬ。すべてはガラシャ様次第。ねえ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 、あの女どうすんの？いっと、いっと。あの女が出たぞ。ガラシャだね。へえ。安成安房、お前たち次第では鶴姫を返してやってもよい。そうガラシャ様はおっしゃっておる。どういう意味だ？自分にかけ